リディアスコブリコーは,は、ソビエト連邦、チェリアビンスクシューズ・ラトウースト出身の下、スピードスケート選手。1950年代から1960年代に、国際大会で活躍し、冬季オリンピックで、計6個の金メダルを獲得した。1959年、19歳で、世界オールラウンドスピードスケート選手権、大会3位となり注目された。 翌1960年の同大会でも、再び銅メダルを獲得。1960年スコーバレーオリンピックでは1000メートルで4位、1500メートルと3000メートルで金メダルを獲得した。世界選手権では1961年に3年連続銅メダル、1962年銀メダル、1963年と1964年に金メダルとステップアップし、 1964年、インスブルックオリンピックでは4種目すべて、金メダルという偉業を達成した。オリンピック後一度現役を引退し、2シーズン競技から遠ざかったが、1966から1967シーズンに復帰し、1967年1月に3000メートルの世界記録を更新した。1968年グルノーブルオリンピックに出場し、 1500メートル11位、3000メートル6位となった。1969年現役引退。1983年、当時ソビエト連邦オリンピック委員会のメンバーだったスコブリコワは、国際オリンピック委員会のフワン・アントニオサマランチ会長からオリンピックオーダー現象を授与された。また、1996年、国際女性アスリート伝道に列せられた。 ありがとうございます。